昨日さ、ちょっといろいろタイピングしてたんですよ。で、やっぱさ、あれと似ててさ、テスト前掃除したくなるとかさ、テスト前なんか普段絶対やんねえんだけど、なんかゲームやりたくなるみたいな感じでさ。で、なんかちょっとやっぱ筆が止まった時に、昨日ちょっとね、オーニアと一緒にやってたんだよ、ストファイ。あいつね、あいつ多分どんくらいした ?50 戦ぐらいやっててさ、はじめは3回ぐらいの戦いのつもりだったんだけど、ちょっとさ、いろいろどういうところが改善したらもっとより良くなるかとかさ、話し合いながらやってて、あいつ多分かなり上手くなったと思う。いや、練習とかじゃない。じゃあなんか一緒に、あいつかなり上手くなった。多分。マジマジマジ。3戦ぐらいのつもりがついついさ、もう一回ってなっちゃって、マジで飲み込みいいよ、あいつ飲み込みいいわ、飲み込みマジでいい。さすが格ゲーやってただけあるな、うん、ガード委託した、ガード委託した。もう俺の猛攻に対してガード取れるようになった。ね、ただこれはもうしょうがないんだけど、キーボードでやってんだよね、その練習を。キーボードでストファイやばくない？でもうまいよ、キーボードなのに。キーボードって斜めの概念がないから、下右とかで波動拳出んだよ。そういった意味で簡易入力できるから結構強いと思う。